皆さんこんにちは、ズブです。今回ですね、ハイフ B ランクキャラミミックについて見ていこうかなと思います。いや、正直ね、ミミックそんな強くないのかなとは思ってるんですけども、まあ、今回はもう僕の好きなキャラっていうのもありますし、まあ、あとはですね、まあ、ロマンがあるキャラだなと思ったんで、ちょっと今回は、ちょっと育成してね、貫突してみたんで、まあ、動画にしていこうかなと思います。で、ステータスの方が B8 貫突レベルマックスで、まあまあ攻撃力はそこそこ高いのかなといった感じですね。で、移動力が3になっています。で、特技構成の方が、まず B 特技でラリフォーですね。これめっちゃ優秀なのかなと。で、騙しの火炎で敵一体に攻撃力依存のメラ属性呪文中ダメージですね。これはね、後で火力検証していきます。で、もう一つの特技がサミダレ魔人斬りですね。範囲内の敵にランダムで威力112% ですね。の物理ダメージの会心の一撃を4回与えるが、外れやすいといった感じになっております。まあ、この特技ね、まあ、僕の結構推しキャラですね、のトドマンと同じ特技になっております。で、今回はちょっと最後に PVP でトドマンと、まあ、同時に出せばめちゃくちゃ強いんじゃないかなということで、まあ、2体同時起用をやってみようかなと思ってますね。で、今回はその前にまずね、火力検証っていうところをしていこうかなと思います。で、他のね、特性とかは特に、いい特性とかはついてないような感じになってますね。まあ、状態性が物質系なんですが、混乱弱点じゃなくて、休み超弱点といったね、感じになっております。ということで、ちょっと火力検証の方やっていこうかなと思います。はい、ということで、火力検証やっていきましょう。まず、騙しの火炎からやっていきます。これ、プラス10で打っていきましょう。スライムですね。メラ大弱点に対して、ダメージが、536という感じになっております。で、次がですね、サミダレ魔人斬り。まあ、トドマンもサミダレ魔人斬り使えるんで、ちょっとトドマンと比較していこうかなと。よし、じゃあ撃っていきましょう。まず、トドマンのサミダレ魔人斬りからですね。当たりますね。一発が738と、いや、結構いい火力出ますね。まあ、トドマンは1ターン目、攻撃力2段階アップっていうね、めちゃくちゃ優秀な特性がついてるんで、まあ、移動力も4になると。いう感じになってますので、まあまあ、トドマンの1ターン目の火力よりかは低いのかなと思いますね。で、2ターン目ですね。サミダレ魔人斬り撃っていきましょう。ダメージどれぐらい出るか。558と、いや、まあ結構出ますね。これ4発、まあ全部当てれば、まあなかなかね、全部は当たらないんですが、まあロマンはあるのかなと思いますね。じゃあトドマン攻撃力アップ消えた状態でのサミダレ魔人斬り撃っていきましょう。602ですね。まあ、アップなしでも、まあ、トドマンの方が火力自体は出るのかなと。まあ、でも、ラリフォーとか使える分は、ミミックの方がね、優秀なのかなとは思いますね。はい、ということで、最後に試合やっていきましょう。まあ、こっちはね、トドマンとミミックに加えて、フォレストと、アンルシアと、ヒュンケルですね。で、やっていこうかなと思います。お相手ね、ダイスラがいるんで、ちょうど、サミダレ魔人斬りが刺さるんじゃないか。ラミは前に出て待機。よし、では、アンルシアは盾作っておこうかな。こっちから。あ、でも混乱狙っていきましょうか。剣戦で混乱を狙っていく。あーと、入らない。80% なんですが、外していくと。これは仕方がないですね。前に出てギガソード。いや、フォレストいいダメージ入りましたね。これはきつい。では、フォレストドラゴンはどうしようかな。旋風の総人球、フォレストブレス。あー、どうしようかな。ラーミア、旋風の総人球でラーミア狙っておきます。できれば1体だけでも落としておきたいんですが、トドマンで落とすしかないですね。で、ヒュンケルが、トーマ傀儡章で攻撃していく。まあ、休みは入りましたが、これで1回目解除ですね。あ、でも、ダイスラが、これ、身代わりされちゃうか。まあ、身代わりされた場合は、もう、ダイスラごと、サミダレ魔人斬りで倒すしかないですね。どっちに身代わり来るか。で、ミミックラリー砲が届かないので、このターンは騙しの火炎でソロ削っておきましょう。222。まあまあ、結構いいダメージ出ますね。いやまあ、そんな強くないんですけど、あー、こっちに行ったか。まあ、思ってたより、当倍に対してはいいダメージで出るのかなと。じゃあ、サミダレ魔人斬りで、
ライスラーやっていきましょう。だいぶいいダメージ出ますね。ただこれ全部当たった時の火力になってますので、どうしようかな。こっちかな。こっちから打っていきましょうか。さあいけ。何段当たるか。オッケー。3発。223×3 の何もだ。669。めちゃくちゃ強いぞ。ただラーミアがね、これ回復しちゃうんですよね。これ混乱が入ってなかったのがだいぶ痛いですね。で、次がアンルシアですね。アンルシアは、混乱狙っていきましょうか。混乱を、賢者に入れておきたいですね。ここは混乱を賢者に狙っていきます。さあどうだ。いやー、入んないか。ちょっと状態上に嫌われてはいますね、今回。等倍と 80%、まあ、40% と 80% がね、入らなかったので、アンフォレスト落とされてしまう。で、ミミック、どうだ、ミミック、ジゴストーム、落とされてしまう。トドマンが落とされてしまいましたね。では、トーマくぐつと、これ休み入るでしょう。3体分。入んないか。では、ミミック、サミナルマジン切り。わー、落ちないけど。さあ、何発当たるか。1発161。まあ、上手25で161与えれると思えば、ライスラに対してね。まあ、悪くはないんですけど、ちょっと今回は厳しそうですね。混乱が入ってれば勝てたのかなといった感じですかね。よし、2試合目やっていきましょう。相手ピサロ貫突の、アンルシア1突で、他も貫突だったかな。ということで、対戦よろしくお願いします。相手、ギュメイですね。まあ、素早さ3人先手取られているんで、どうだ、これ前来るかな。ギュメイ前に出てきて、切り上げ、オッケー、会心は出ないですね。まあ、こっちの会心はね、確定なんで必ず出るというのはね、だいぶいいですね。まあ、当たるかどうか置いといて、当たれば会心なんでね。で、魔剣士太郎、これはグレンの魔剣が来るかな。前に出てきて、グレンの魔剣。フォレストギリギリ落ちてしまうか。では、僕のアンルシアですね。アンルシア、ディバインスパーク、どうしようかな。正義の剣戦で混乱狙っていきます。オッケー、入っていきますね。今回は入っていくと。で、次が、一番前まで行って、出て行って、トーマくぐず賞で、マーム休み狙っていきましょう。オッケーですね。状態上の入りがいいですね。で、置いてアンルシアが、どうだ、一歩前に来るかな。一歩前での、ディバインスパークかな。一歩前でディバインスパーク。で、二ターン目ですね。ちょっと今回サミナレ魔人斬りが届かない射程になってますので、ラリ砲をピサロに狙っていきます。入らないですね。でもこれもし、ミスったか。焼けつく息ピサロに入れるんで。アンルシアに対してラリ砲を打った方が良かったですね。いや、ちょっとまだサミナレ魔人斬りの活躍はしてないんですけど、状態上の入りがいいので、なんとか勝っていけそうではありますね。よし、2ターン目ですね。2ターン目に、サミダレ魔人斬りで一気に試合をね、決めていこうかなと。封印抜き。オッケー、ヒュンケルは物理封じ回避していく。で、2ターン目ですね。前に出て待機。よし、では、ディバインスパーク。どうしようかな。ロイヤルソードでギュメイン落とせるんですけど、まあ、もう一旦あるか。よし、ディバインスパークで、ピサロを狙っておきます。で、マームが、もう一旦、休みですね。で、ピサロー、麻痺の、さ、アンルシア、誰に来るか。これ、ディバインスパークで、ヒュンケル、多分ね、弱点だけど、ギリギリ、1207、落ちないんじゃないかな。もし、でも、ディバインスパークってきましたね。オッケー、落ちないですね。では、トマクグズショー、もう一回打っていきましょう。これ、休み狙いですね。でも、落とせますね。切り株アウトしていけると、アンルシアにも休み入っていく 20% なんですが、これだいぶラッキーですね。ただ、ちょっと、サミダレ魔人斬りが射程的に届かないので、騙しの火炎でマーム落としておきます。いや、この射程は結構便利なのかなと思いますね。で、次、トドマンですね。サミダレ魔人斬り打っていきましょう。よし、アンルシアワンパンできますね。HP が、1201。まあ、2発かな。2発当たれば落とせそうな感じがするんですが、さあどうだ。一発か。でも481。ちょっと、あれですね。思ったよりダメージは出なかったんですが。まあでも、勝っていけるんじゃないかな。よし、で、このターンは、
どうしようかな。プサローに対して打っていきましょうか。これで2発とも当たれば落とせるので、さあどうだ。オッケー、当たっていく。魔剣士プサロー落とす。で、アンルシア休みですね。で、ブラティスクライドで落としておきましょう。夢に落としておきます。よし、もう一回サミダレ魔人斬りのチャンスですね。騙しの火炎で攻撃しておきます。4発、3回腹痛発動するんで、4発全部当たれば、まあ腹痛をね、貫通して落としていけるような感じになってますね。さあ見せどころですね。サミダレ魔人斬り、オッケー、2発当たるってことは腹痛あと1回分残っているといい感じですね。いや、めちゃくちゃいいんじゃないか。で、次がディワインスパークかな。ディワインスパークでラスト1回と。よし、だいぶいい感じ。これは勝ったんじゃないか。オッケー、対戦ありがとうございました。はい、ということで、今回はね、ミミックと、まあ、トドマもね、一緒に使っていたんですけども、サミダレ魔人斬りが、まあ、ロマンもあって、だいぶ面白くて、上振れすれば、まあ、結構強いといった感じになっていますので、もしよかったらね、皆さんも使ってみてください。ただまあ、真剣にね、買っていこうって思うんであれば、正直そんなおすすめではないのかなと思いますね。はい、ということで、本日の動画は以上になります。面白かったよって方はね、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。